ちらなんですか？尼崎。ああ、はい、まあもうほとんど大阪ですね。そうですね。で、たまたまこのご近所のお一人暮らし。はい。ああ、そうなんですね。はい。今回、このパッケージっていうですね、公募展に出してくださって、何で知って、応募してくださったんですか？小月さん、はい、ツイートを、ツイートを見て、はい、ああ、そうですか。で、出してくださったということなんですね。で、今回91名の中から、まあ写真は今回お一人でしたね。何人かいらっしゃったんですよ。その中で井上さんが選ばれて、こう展示に至ったわけなんですけれども、展示してみていかがですか？イラストとか立体の方と展示するのが初めて。ああ、そうでしょうね。はい、いつも写真ギャラリーでばかり展示していたので、はい、すごく新鮮で刺激を受けています。なるほど。僕はとても不思議だなと思うんですけれども、写真の方って写真専門のギャラリーで展示されること多いですよね。なんでなんですかね。写真専門ギャラリーがあるからでもイラストの方とか、いろんなジャンルを展示できるギャラリーがあれば、みんな出すと思います。なるほど、はい、井上さんの中ではそういうこだわりはない、少ない？そうですね、できれば写真が好きな人だけではなく、他のジャンルに興味がある方にもたくさん写真、私の写真を見てもらえたらと思っていて、今回みたいな、いろんなジャンルの方が展示して、ジャンルが好きな方が参加に来てくれると、私はそういうのが嬉しい。なるほど。この作品って何かテーマがありますか？テーマは淡路島で撮った写真なんですけれども、はい、全部淡路島、全部淡路島、はい、一応自分のゆかりのある場所ということで撮ってます。なるほど、はい、これを見ていると全部、まあ、いわば風景ですけれども、はい、一人人物が入っていますよね、はい、この人物はどなた？私のおばです。実際のおばが、はい、おばさんなんですけども、今淡路島に一人で住んでいて、血のつながりがありますし、私が小さい時から、何度も訪れていた淡路島だし、なるほど、そういう血のつながりとか自分が見てきた景色とかそういうのを求めて。ああ、なるほど。これはいつ撮られた作品になるんですか？去年、おとどしぐらい。じゃあ、まあ毎年行っている感じなんですか？はい。写真はいつから始められたんですか、井上さんは？写真を始めたのは10年ぐらい。10年ぐらい前。写真家としてやっている、それともやっていきたい？そうですね、写真家っていう呼び名には特にこだわりはないんですけれども、うんうんうん、続けていくことはしたい。なるほど、まあ、ライフワークの一つとして、はいはい、で続けてみて10年、ね、続いたらね、もうほとんど日常と化していると思うんですけれども、はい、もしなかったとしたらどう思われます？井上さんの中に写真という表現方法がなかったら。よく考えるんですけど、写真じゃなくてももしかしたらよかったかもしれない。絵が描ければ絵で表現したと思いますし、映像のセンスがあったら映像になったかもしれないし、今は有名写真ですけ ど、 なるほど、その他のジャンルでもよかったかもしれないと思います。まあ、でも一番その井上さんの中にフィットしている表現方法ではあるんですよね。はい、これはデジタル？これはフィルムで。あ、フィルムで、はい、全部フィルムで、はい、フィルムにこだわってる理由か何かありますか？それも特
になくて、ずっとフィルムを使ってきたから、フィルムを使今も使い続けているみたいなところはありますし、いろいろカメラを使ってみたんですけども、自分のテンションが上がるカメラを探していて、自分の気持ちが上がりながら撮影できるのがたまたまフィルムカメラで、なるほど、それがデジタルのカメラだったらデジタルになると思いますし、なるほど、今はフィルムです、なるほど。今後何か展望みたいにございますか？展望、具体的にはないですけど、とにかく続けていくことかなと思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。